はい、どうもカズマルクスと申します。今回もですね、マリオカート8デラックス 200cc 実況パート7ということでね、やっていきたいと思います。で、今回のコースは DK ジャングルパックンスライダービッグブルーということでね、来ましたよ。ようやくね、来ました来ました。ってことでビッグブルーを選択していきたいと思います。うわーすごいな本当に。部屋の人数は、11人かで、11人いて、ビッグブルーが、8人選んでますね。これはビッグブルー来てほしいけどね。どうだろう、いやーもう確率どうだろう。あ、これはビッグブルー来そうだね。うん、よし、最初の1コース目は、200cc ビッグブルー。僕が一番最初になったコースで、今現在ね、世界7位ですね、タイムアタックで。嬉しいことに7位ですね。ってことで、やっていきましょう。ランカーの底力をね、見せていこうかなと。よし、カスタム買えるの忘れちゃったな。ビッグブルーカスタムでもよかったけど、あ、後ろビッグブルーカスタムしてるな。ただトルネードだけ。これコイン出てほしくない。あー、赤コーラ引いたらまずいな。まあ、でもコインは4本集めて、ここで解放して、で、ここ、ちゃんと打って、この先の NI やろっか迷ってんだけどさ、やらなくていいわ。ここの、このさ、NI。失敗するんで、こっちの来ないと。OK。これどうだろう、消せねえかな。OK。消せるかな、消せないよね。消せた。OK。で、ショートカットも、成功させていく。 OK。 ただ最速出す、結構かなり差がありますね。まあでも赤コーラ来てもこれ後ろ潰せるんで、で置いて、これ赤コーラ来てんじゃない、来てねえか。被弾しちゃう。ただ、2以降の差はかなりあるんで、コインも9枚、ここは使って交換していきます。で、でここで組の、まあいいや、簡単な走行で。で、これアイテム強いな。で、1位ゴールド。いや、かなり差があるね。すごいな、ダントツですね。ショートカットね、最初のワンセクションのショートカットはやってないんですけど、2セクションのね、ショートカットはもう大成功して、多分あそこでかなり差がついたんじゃないかなと。ということで、次のレースもね、頑張っていきましょう。さあ、続きね、やっていきましょうということで、ドルフィン岬、スカイガーデン、クッパキャッスルがありますね。どうしようか、この2つやってないんだけどさ、ドルフィン岬あんまり好きじゃないんですよ。うん、BGM はとても好きなんですけどね。はい、で、スカイガーデン選んでいきましょう。うわー、2人しかいねえな。自分含め2人しかいませんね、スカイガーデンを選んでる人はね。で、クッパキャッスルは、前回やったのかな。うん、で、ボロボロで4位だった気がするんですけど、4位か5位ぐらいだった気がするんですけど、うん、で、あ、3人になりましたね。さあ、これはもう確率的にクッパキャッスルが多いんですけど、さあどうなりますかね。おまかせも1人いる。ほい、あー、クッパキャッスルが選ばれました。ということで、部屋の人数も、12人ですね。もう他の11人外、あれじゃないですか、もうアメリカ人ですよね。外国の方が全員なんで、頑張っていきたいと思います。さあ、丸井寺さんお願いします。 OK。 ここの処理はもう完璧なんで、ここインついて、ただここら赤コーラ当てられたら詰むんで、とりあえずここも OK。 OK、 ナイス。 OK ですね。コインも集めていきたいんで、積極的にアイテムを取っていきましょうか。コイン取って、この岩に注意して、ちょっと後噛んだ。 OK、ミスったの、やべえ、間違えた。ナイスサンダー、今のサンダー救われたわ。手が滑ったね。これちょっとボールの動きをちゃんと見なきゃ。あー、ただうわー、1個しか取れない。これは防御系が出てきた。おー、ナイス。ただこれサンダー来てしまったから、サンダーじゃなくてトゲコーラ、これちょっと止まるか。いや、投げて1個取って、
木下さん出たのはいいんだけど、わー待って落ちちゃったな、まずいなこれ。で使って防御して、いつ後ろから来るか分かんないな。お、通り過ぎた、これはラッキー。あ、後ろの人が当たったので、ファイヤー投げまくって、当たんねえよな、さすがに当たんない。当たっちった、やべえ。もう前回と同じことしてんな俺、なんだろう。うわー当てられたな、スターで。これはまずいかもな。ただ最後のアイテムかける。さあ頼むよ。うわっ、うわ取れなかった、やべえ。何をやってるんだ俺、まずい。今回は、5位か。さあ続きねやっていきましょう。ドーナツヘア、サンシャイン空港、ワリオソノーマウンテンがありますね。でまだやってないコースがこのドーナツヘアと、ワリオソノーマウンテンがあるんですけど、ワリオソノーマウンテンを選んでいきましょうということで、やっぱり他の方たちもワリオソノーマウンテンを選んでらっしゃいますね。うん、サンシャイン空港はね、前のパートでかなり当たってるんで、ワリオスノーマウンテンが当たってほしいね。確率的にもワリオスノーマウンテンが高いんでね。ということで、ワリオスノーマウンテンやっていきましょう。だからね、5位スタートですね。もう何をやってるんじゃっていう感じなんですけどね。アイテム最後取れなくて一気に抜かれたっていうね。さあやっていきましょう。さあ、スタートダッシュで一気に抜けた。で、ここ3枚取る。あー、ただ押されて、マジか。で、ここでジャンパッチ入れる。やべ。何やってんの。あー、やべ。とりあえずコイン使おう。で、ここはもう J スルーで。オッケー。ただこれ抜けるかなー。コイン取れんじゃない、どうだろう。ここでちゃんとジャンパクション決めて、サンナーが来れば分かんないんですか。これは2個でいい。あ、2個いけたね今の。あそこ2個取るのが地味に難しいんで1個も来たんですけどね。でコイン取って、コインそうだね、コイン取ってきた。ここはジャンプして使ってくる。でここは全部キヨする、した方が安定するんで。 OK、 ちょっとぶつかっちゃった、ぶつかったというか行っちゃった。で2位だね、あ、2位だ、早い。で、これ赤コーラコイン出してるから、ボンボン置いて、前の人が邪魔だな、ただ、緑コーラで当てられそうだな、大丈夫か。1個しか取れない、まずい。大丈夫かな。OK、ただ緑コーラで当てられそうだから、大丈夫かな。OK、で、ここの差でかなり決まる、OK。OK、よーし。最初ね、スタートダッシュ成功して、かなり抜けたんですけど、序盤ミスが多かったね。落ちたりして、一気に抜かれて。でもね、途中で追い返して、なんとか1位までね、行けましたね。ということで、今回のパートはね、これで終了としたいと思います。良ければね、フレンド申請&、登録&、評価ね、お願いします。ではでは。